西の空にわずかに残っていた茜の空も黒一色になろうとしています。今晩はワールドチャンピオンズリーグの模様をお送りします。第5戦シュバルツ戦力的にやや上回っています。バレンシア FC 0勝2敗2引き分け。実況は私八塚博史、ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい八塚さん、みんなさんこんばんは。日本中が注目の一戦、衛星生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。選手たちが入ってきました。それではスターティングメンバーは、左にエンドを取りましたシュバルツ、ゴールキーパーは三上、ディフェンダーは久我、奥村、水原、マルティニ、ミッドフィルダー東、乗月、中村、森島、フォワードはタイガー、クリスチャン、シュバルツ。両チームの選手たちの動きはどうご覧になりますか？疲れが顔に出てますね。選手たちが元気よくピッチ上に散らばります。間もなくキックオフです。今熱戦の火蓋が切って落とされました。前半5分、シュバルツ無難な立ち上がりを見せています。シュバルツ左から崩した、クリスチャン、いった、ゴール。前半5分、試合が動きました。先制、シュバルツ。今のプレーをもう一度見てみましょう。クリスチャン、素晴らしいシュートでした。いやー、本当にファインゴールです。正確なシュートを打ってきました。ファジラ、この辺で流れをつかみたいところです。足を引っ掛けた。審判が選手を呼びます。これはカードが出されるでしょう。呼ばれます、イエローカード。手元の時計で25分を回っ、これは痛い、あからさまに狙っていますね。イエローですね。ところで試合前に監督と話をしたそうですね。今日は気合が入っていました。シュバルツ、選手を変えてきます。前半45分が終了。シュバルツ1点のリードを奪っています。シュバルツ、後半相手チームの反撃を抑えることができるでしょうか。ディフェンスが十分機能しているので、おそらくこのまま行くのではないでしょうか。現在試合はハーフタイムを迎えています。この試合注目のマルティニ、スタミナという点では全く疲れた様子を見せません。右から左に攻めるシュバルツ、ハーフタイムにどんな指示が出たのでしょうか。いやー、どっちも頑張ってますね。後半どうなるかとっても楽しみです。注目の後半戦、いよいよキックオフです。後半残りあと30分、東、この辺で流れをつかみたいところです。シュバルツ、見事すぎる連携プレーだ。スライディング、バレンシア、ゴール前チャンスだ。マシタボイ、スライディングでボールをクリア。
し、今日も大勢のサポーターがスタジアムに足を運んでくれました。今日もサッカー好きが集まってますよ。ここで投入されます。そうですね、ここで試合終了。シュバルツ、ワールドチャンピオンズリーグ優勝です。日本のチームを称える観客の声がスタジアムに鳴り響いています。ご覧ください、各選手宙を舞うような喜びようです。きっと歴史に残るゲームになりますよ。テレビの前の皆さんには申し訳ありませんが、時間の方が来てしまいました。それではこの辺でごきげんよう、さようなら。